なんとかなんとか思い出したぞ。20年前。その次元もすでにおった、朝顔って呼ばれたりした曲でもあって、ね、次元の時はめっちゃ、ね、古いですよ。で、カトラスさんがね、落胆した時に流れてた曲でもあってね、思い出したでしょ、みんな覚えてるよね、この歌結構ね。で、それを今回の次元はそのアイコっていうシンガーソングライターのお父さんがその時に財布なさってたのに、ね、不明に落としたってお辻眼科医院で近所の人やったら話ですよ。それか、まあ、音楽の先生、音楽の先生やったよね。うちが小さい時から習ってた先生、エレクトーンとかね、その次元ね。で、今回の次元はそれを僕はアイコっていうシンガーソングライターのお父さんが自分が作曲なさった、それは勘違いするのね。で、しかもその曲をお嬢さんであるシンガーソングライターのアイコっていう人がセリって、で自分のオリジナル曲として出版なさった、それが打ち上げ花火なんですけど、ただキエフゲートっていうかね、その関係あるからね、ウソルグスキの展覧会にと、要するに今のウクライナとロシア紛争
だから非常にその魔術的な重要な曲なのでね、この取り扱いについてはね、まあ、ブラザーズなども含めて大騒ぎになる可能性がある歌です。